どうも皆さん、ごきげんよう。ってことで、フォートナイトで一番熱い男、ボクシングです。ってことでね、今回はスナイパー検証なんですけども、スナイパーでどのぐらいいったら、まあどのぐらいまで当たるのかと、どれぐらい、遠くなったら当たんなくなるのかっていうのを検証していきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、で今相方の方に、ここの、山に入ってもらってます。距離は正直、300m ぐらいあんのかな。これちょっと狙っていきたいと思います。検証動画です。さあ行こう。はい、どこ行きました？今頭の上です。頭の上です。ここか、3本目か、ここか。あ、気持ちいい。オーマイグンです。オーマイグンです。455m。 ここで450ってやばくないですか？え、ここで450ですか？長っ。え、やばやばちょっと待って、ちょっと待って、ここで450なら、僕たち最初ね、はい、砂漠でやろうかなと思ったんですよね。全然届かなくて、やっぱ、うん、ここで400あんだ。もう無理じゃないですか。弾の横っすもんね。どこだろう。その方向性の山っすね。D5D みたいなとこですか。5の D のとこ。そう、山となると、4の D ですね。4の D、 4の D ですか、はい、4の D。 あー、了解です、了解です。そっちですね。はい、ってことで狙っていきましょうか。あれ、どこにいる。あ、いた。ここか。あー、下です、もうちょい下です。上でした、今。はい、上です、上です。惜しい。え、どっちだった。え、ちょ、ま、ヘッドショットだともうちょいですね。今足元らへんです、足元らへん。あー、上すぎた、上です、上すぎた。ここか。おー、え、今もうちょい、どうしてんの。はい、あ、もう、あー、刺し、もうちょい、刺、ほんとにちょっと刺です。全く同じですよ、さっきから。全く同じですよ。ここか。あ、来た。え、え、あ、来た。え、え、今当たったでしょ、今同じ、そこ、今もう一回狙ってください。狙ってみてください、そこ。来た、来た、来た、来た。あれ、え、しっかり狙ってください。ちょ、しっかり狙ってください。何ですか。なんか横行ってます、横行ってますよ、横に。届いてない。ちょい上ですね。え、届いてます、届いてます。ちょい上です、ちょい上です。今の。来た、来た。え、顔の横通ってますよ、さっきから。あのね、もうここね、ミリ単位だからね、難しいっすよ、これ。アフナなんで、俺。当てやすいと思うんですけどね。あ、もう、ちょっと待ってください。俺が当たりに行きます、もう。俺が当たりに行きます。あれ？これダメージないっすよ、多分これ。え？なんで？今確実に当たったのに通り抜けましたもん。もうほんとほんと、もう一回やってみてください、もう一回やってみてください。来た。ほらほらほら、今当たったのにダメージないっすよ、マジで。え、マジで検証もうここからもう判定なしっすね。判定なしっすね、これ。すげえ。あ、当たってるんすか。はい、弾が当たんないっすよ、これ。え、俺の錯覚違うよ。ほら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 、ちょっと僕の画面だと絶対当たってます。もう通り抜けてますよ、俺。え、敵っすよね。敵っすよ。ほらほら、今絶対にもうお腹もうお腹刺さってる。ちょっと近づきますよ、近づきますよ、俺。いやいやいや。じゃあもうちょっと詰めてください。
よしよし。だって歩いて。あ、今資材見えましたよ。ここここ。あ、ここ多分当たる。ほら。ほら、今その下かな？わかんない。今下っすね。アフロいますよ。アフロ。え、だ、お。おでも近い。さっきより。え、待って、438m ですよね。はい。で、450m が限界とかあるんですかね。ああ、もしかしたら。もしかしたら、ちょっとだけ下がりますよ。もうちょっと下か。下っすね。おお、いた。452。お、452m。お。お、これ新記録じゃないですか。新記録。7メートル新記録。くだらねえ。くだらねえ。じゃあ、そこ。はい、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 ここです。お、え、で、で、お、463。え、ちょ、精度上がってきてません？精度上がってきてますね。お、いいっすね。463。うわ、すごい。よし、よし、よし。いいっすよ。惜しい、下か。あ、もうちょい上です、もうちょい、もうちょい上です。あ、下。下、下っす。あれ？左か。あ、今の。おお、当たった。お、当たった。492。当たった。おー、すげえすげえすげえ。え、これすごくないっすか？すごくないっすか？マジ遠いっすよね、これ。マジ遠いっすよ。そしたら、次はタワーの中入ってください。はいはい、タワーの、一番でっかいタワーの上ですね。はい、よし。どこだ？あ、いた。ここが、ですね。あ、下です。今の結構下に行きましたよ。じゃあここな。お、ちょい下、ちょい下で十分です。ちょい下で十分です。え、ちょい下に、え、上で、上に飛、今上に行ってた、上に飛んでたんで。はい。ほんとちょっと上に飛んでました。ダメか。お、惜しい。今ちょい左でしたね。今の感じ、今の感じ。あれ？あれ？今当たっても、当たってたような気がしたけど。今だけ場所はめっちゃ合ってますよ。え、あ、はい。あの、ドクターストップ、もう、あれ、あれです。当たってんのね、当たってない判定入りました。え、あ、はい。え、あ、はい。何すか？あの、ドクターストップ、もう、あれ、あれです。当たってんのね、当たってない判定入りました。え？これガチですよ、本当に当たってるんですよ。だって浮いてますよ、あなた。一回近づいて、はい、多分あれなんですよ、ロードしないと多分ダメっぽいですね。あ、見れた。ほら。何すか？あ、見えた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 。オッケーオッケー、下がろう。遠い。撤退撤退。撤退。撤退。ですよ。しろ。あ、下です。だいぶ下です、今の。今、人、
一人分ぐらい下ですね。一人分とかやってないですよね、これもう。やってない。これ当たるかも。嘘。え、ほら、ほら、今当たっ、あ、いや、今のベストポジションなんですけど、なんだんですかね。あ、ほら、当たってるって。お腹に。もうちょい上ですかね。もうちょい右っすね。ちょ、どこ打ってんすか。今レンダーで打ってました。ほら絶対当たってますよ。マジっすか。当たってないはずになってますよ。リプレイで確認しましょう。はい、ってことで今回のスナイパー、どこまで届くか検証なんですけども、一応492メートルが、ちょっとね、今回の限界値ということになりました。ということでですね、かなりね予想していた、まあ距離ではなかったっすよね。もう正直もう1キロ超えたあたりぐらいからまで当たるのかなと思ったんですけど、かなりやっぱりなんか、バグかなんかわかんないですけど、届かなかったでございますね。そうですね。はい、ということで今回のご視聴はありがとうございました。またなんか、企画系考えてやりましょうよ。わかりました。はい、よろしくお願いします。ということで、はい、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。